風の竜と恋人未満の戦士たち、ほよーほよー3人入りましたね。3人というか2人プラス1匹になりましたけど、というわけで、今までね、RPG パートをやってまいりましたけども、今回から、前日後日談、こちらをね、読んでいきたいと思います。こちらには戦闘がないんで、僕がやることはないです。僕がやることは、ああだこうだ言うだけっていうだけ。さあ、前日後日談ですね。これはですね、前日後日談ということでどういう意味かっていうと、簡単な話で、竜とのバカになった理由と、その後の話ってことですよね、言っちゃえば。デリス。あ、竜としてなんだね、前日後日ってのは。朝から妙に上機嫌の相棒に声をかけた。旅の道すがら、彼女が鼻歌を歌うのは珍しくもないが、今日はいつにも増して浮かれている。俺の呼びかけに、よくぞ聞いてくれたというばかりに、あどけない顔が華やいや。ねえ、リュウト、今日は何の日かわかる？今日、知らん。もう、日付の感覚ないの？ポヨまで、汗出てんじゃん。ティースと表情が基本的に、感情は同じなんだね。あるわけないだろ。期限付きの依頼を受けた時の話は別だが、寝なし草の旅暮らしで気にする必要はない。ティースは毎晩日記をつけているから日付の感覚もしっかりあるのだろうが。8の月、空の日だよ。覚えてね。あ、白いハートが出てる。何かあるのか。今日はね、私の16歳の誕生日なんだよ。ああ、16歳の誕生日。16。成人したのか。この世界では16が成人だったっけ？確か。今日から大人の仲間入り。これで正式に冒険者登録できるね。ポヨが毎回、ポヨが話すたびにさ、感情変わってくの面白いな。冒険者登録は成人してからという決まりがある。未成年で冒険する場合は準冒険者として仮登録し、成人の冒険者を相棒にすることが条件だ。平たく言えば保護者同伴ということだな。ほう。俺はお前のお守りから解放されるというわけか。何それ人を殺したし。ポヨも怒っとる。実年齢はそんなに年の差ないでしょ。そんなだから老けてみられるのよ。放っておけ。放っておけ。冒険者ギルドに登録した情報では俺は23歳ということになっているが、こう見えて実はまだ19。やっぱり老け顔なんだ。12の時、一人で冒険者として生きていくために4つ年をごまかして登録したのだ。よくね、その4つ年をごまかして登録できたな。幸い当時から復帰へもっといい成人男性並みの体格だったからが、年齢を疑われることなく生きてきた。ティースに聞かれる前、自分の実年齢を教えていたくらいだ。保護者は必要なくなっても、リュウトの旅にはついてくからね。一緒にお父さんの仇を倒すって約束でしょ。はあ、はいはい。はあ、はいはい。ティースとの出会いは数ヶ月前。彼女の住む町がある魔族に襲われたことが始まりだった。それ以来、なぜか俺のために強引についてきた。もちろん最初はあの手この手を使って彼女がついてくるのを拒み続けていたのだが、ある日、ティースの父親の仇である魔族が生存していると判明した。彼女の町で、俺が一度倒したはずの八魔界の一人。奴は俺とティースの位置を狙っている。そのせいで俺は彼女と離れることができなくなった。仇の行方を探しながら彼女を守るために二人旅を余儀なくされている。とプラス一匹余計なものもついてきているが、ねえ、町に着いたら
誕生日のお祝いしてくれる？あ？はあ？またあ、ぽよもいるぽよもいる少し甘えた声で腕をスルリと俺の肘あたりに絡ませてきた。熱いからくっつくなと言いたい声は、柔らかくて心地いいものが当たるんだで無限に振りほどくこともできない。むっつりすけびが悲しい男の差だ。そこを喋るなそこ喋るなよ一緒にケーキ食べるだけでいいから、バヤーンバヤーン。俺は甘いものは、あ、リュウトはコーヒーでもいいよ。誕生祝いか、それが目当てで朝から上機嫌だったわけか。人として暮らしていたら当たり前の風習なのだろう。すまんな、もう俺も歳かな、誕生日祝いとかさ、なんかねしなくなっちゃったね気づいたらやっぱした方がいいのかなずっと一人で生きてきた俺には、誰かの誕生日を祝ったり祝われたりなど歩みがなく、そんな風習があることもすっかり忘れていた。彼女と言うと一人きりでは思考しないおねえの人としての部分を思い出す。同時に人とは決して相入れないおのえの魔の血を嫌が王にも意識する。ねえリュウト、ダメ？はあ、俺と共にいる間は普通の人間らしい暮らしはできない。せめて今日ぐらい人間の風習に付き合ってやるか、うん、ああ、わかったわかった。じゃあ成人祝いに今夜は俺が大人のやることを教えてやる大人のやること。ほんのいたずら心でわざと含みを持たせると彼女の周囲頬が熟れた果実のように染まっていく。相変わらず面白い反応だな。ぽよよ、ぽよがてんてんてんってなってる。夜になってからのお楽しみだ。ぽよ？ぽよ？大人のやることって。うん。お酒のことだったの。ああ、成人だからね。なんだと思ったんだ？なんだと思ったんだ。別に。うまいか？うん、意外と甘くて飲みやすいんだね。お酒ってもっと辛いものだと思ってた。わかるわかる。あのね、自分もね、あの子供の頃に間違えて飲酒したことがあって、その時めっちゃ日系あーってなってなっとったんやけど、今はね飲めるんよなお前が飲めそうなの選んだからな。私が、そっか。ゆっくり飲めよ。ようぞ。そうやね、ゆっくり飲まんとあかんよ。いきなりごく飲んだったらあかんねやで。リュウトのはどんな味？俺のはやめとけ。苦そうだな。なんで？アルコール、お前の10倍だぞ。10倍ってやばくない？アルコール度数 3% やったらさ、30とかになっちゃうよ。10倍？大丈夫なの？俺は酔わん。この地味にむぐっていうさ、効果、ボイスも入ってんだね。効果もじゃねえな、これ多分。全然酔わないの？すごい。ん？なあ。あ、少年リュート？ん？師匠が時々飲んでるやつ、なんだ？ああ。うん、酒か？師匠！酒？少年リュートと師匠のボイスが。酒はうまいぞ。まあ、お前にはまだ早いがな。それ飲んでる時の師匠は、少し楽しそうだな。そう見えるか？うん、そうかもしれんな。あはは、ヨウトに似た時
陰鬱な気持ちを忘れられる。確かに、うん、そうだわ、うん。深くは言わんけど、うん、そうだね、うん。陰鬱？嫌なこと、と言うべきか。嫌なこと、俺も、飲みたい。そうか。成人したら飲ませてやる。今飲みたい。あ、こんな表情サブまであったのか。今飲みたい。リュウト、酒はな、うん、シラフじゃ泣けなくなった大人が飲むものだ。そんな重いものだったの？皆さん聞きましたか？シラフじゃ泣けなくなった大人が飲むもんなんですよ。当たり前のようにストロングゼロとか飲んでたらダメですよ。泣けない大人か。ずいぶん古い記憶だ。まだ俺が一人旅になる前の。物思いにふけていると左肩がふいに重くなった。ほんのり伝わる柔らかなぬくもり。こいつは多いな。その寝方。酔いつぶれたティースを横抱きにして抱えながら宿の廊下へため息をついた。酒場からここまで運ぶのはさすがに骨が折れる。弱そうだと思ったが、一杯で寝るとは。リュウト、私。暴れるな、酔っ払い。暴れるな、酔っ払い。ごめんね。酔いつぶれちゃったんだ、私。しかもちょっとさ、酔った感じに言うのすごいな。一人では飲むなよ。もう成人したとは言っても、彼女の保護者よろしく釘を刺した。冒険者の酒場は柄の悪い輩ばかりが集まる。酒に弱い女が一人でいたらどうなるか想像に難くない。普通のじゃじゃ馬な彼女なら、無頼感など容赦なく返り討ちにできるだろうが。飲まないよ、一人でなんか。今日リュウトと一緒あったから。リュウトいつも一人で飲んで、一人で寂しそうだった。そうたどたどしい路列でつぶやきながら、彼女は再び安らかなまどろみに身を委ねた。なんでお前は変に察しがいいというか、男心にはすこぶる鈍い癖。確かに一人の酒は味気なかった。いくら飲んでも酔えないし、ほんの一瞬さえ嫌なことを忘れるなんてできなかった。孤独を消せなかった。おー、ティースティースのスライドショーが。君といる時が一番孤独を忘れられたよ。アポヨー、ごめんな。今日はお前の誕生日なのに。寝台で待ちくれた思いのスライムが眠っている。その横にそっと彼女を 寝かせながらポツリと謝罪した。お前には酒よりケーキの方が良かったな。あれ、こんな一枚あったっけ。おやすみ、ディス。自分の部屋に戻ろうとキビスを返した時、それにクイッと何かが引っかかった。リュウト、行かないで。え？お前、起きて。え？振り向きざまに、細い腕が首に絡みつく。
耳元に熱い吐息がかかった。大人のやることを教えてくれるって言ったよね。え？瞬間、痺れるような感覚が背筋を走り抜けた。甘い酒の香りを媚薬のように漂わせて懇願する乙女。この誘惑を断ち切る大人がいるわけない。俺はためらいも理性も全て吹き飛ばして白いシーツになだれ込んだ。ユート、吐息交じりの切なげな声が俺の名を呼ぶ。どうしてこうなったのか自分でもわからない。ああこれ覚えてんぞ。2年前だから覚えてる覚えてる覚えてる2年前だから覚えてんぞこれここサムネにした覚えあるもん。気づいたら夢中で肌と肌を重ねていた。感動小説読んでみたいになってきたぞ。テリス、俺は本当は君を、だあ後頭部と背中に軽い衝撃を受けて目を見開いた。片方だけの目に朝日の眩しさが容赦なく貫いていく。寝台から床にダイブした上半身を起こしながら俺は己に置かれた状況を把握する。どこから夢だ。なんで裸なんだよどこから夢だ。昨日はティースの誕生日を逆台まで祝って酔い詰めたティースを宿まで運んで、それから俺もすぐ自分の部屋で寝たはずだ。なんという夢を目覚める前のジョージを思い出して周知に身もだえた酒には酔わないと豪語していたが、昨夜は俺も随分と悪酔いしていたようだ。というか、どうせ夢なら、あ、来た。どうせ夢なら最後までやってから覚めろよ最後までやってから覚めろよ羞恥心が誰に向けてるかわからない怒りに変わる悲しいほどにもこの男のさはポコじゃないんだよ。おはよう、リュウタ。ねえ、さっきすごい音がしたけど。すごい音がしたドカーンって。ああ、なんでもない。ベッドから落ちたの？大丈夫？触るな。触るな。寝台から落ちた寝具を見て推察したのだろう。怪我でもしてないのか心配して近づく彼女の手をつい冷たく離れ抜けてしまった。だがこういった態度はいつものことという感じで気にした様子もなく笑いかける。珍しいね、リュウトがベッドから落ちるなんて。激しい。そんなに激しい夢でも見てたの？めっちゃ激しい夢見てたね。いや、激しくはしてないはず。ちょっと自信ないように言うな。なんだこの会話。なんだこの会話。リュウト？ギルド行くぞ。え、リュウト先に朝ごはん。待って。少し、あ、で、ここで前日たんですね。言っちゃえば。で、ゲーマクの森に来たわけですよ。少し以下高くなり始めた頃、俺たちはゲーマクの森に足を踏み入れていた。ギルドの親父曰く、この森に迷い込んだら帰ってこれないそうだ。まあ、そういう曰く付きの場所はだいたい厄介なものを救って、その裏で魔物を操っている魔族がいる。魔族が絡んでいる可能性が高い依頼は全て C ランク以上の冒険者でなければ受け負えない。ティースは昨日精神党冒険者として登録したばかりで、本来から一番下のランクから始まるはずだ。だが、俺との冒険の実績も加味されて、異例の飛び級で C ランクからの出発となった。今まで魔族が絡んでいないような案件でも、偶然に魔族と遭遇したことがあった。しかし、今後は確実に魔族と関連の深い依頼を受け負うことができる。ジオンの仇を探すために。ねえ、リュウト。あ、私何か悪いことした？あの夢のせいでどうしてもね、つっけんどんになるんだよね。朝からコヨちゃんが
私の荷物に潜って出てこないんだよね。あ、ポヨちゃん。何の関係があるんだ。リュウトが機嫌悪いと怖がって寝ちゃうの。怖がって寝ちゃうんだ。町を出ても姿を見せないと思ったら、そういう習性があるのか、あのスライム。それにリュウトずっと目を合わせてくれないから。そらな、あんな夢見とるからな。普段と変わらず接しているつもりでも、彼女は俺の小さな変化に目ざとい。本当に肝心な男心には鈍いくせに。いや、そもそも気づかれないように振る舞っているから鈍くて当たり前なのだ。気のせいだ。やめろ、回想を出すな。回想を出すな。卑猥な夢のせいで目を合わすのははばかれるなど、口が裂けても言えない。本当？昨夜酔っ払って私何も覚えてなくて。しつこい。しつこい。何もないならそんなに怒ること。やっぱりなんかしちゃったんだ。お前がくだらん話をするからだ。で、喧嘩し始めるんだよね。くだらなくはないでしょ。嫌なことがあったらはっきり言ってよ。リュウトは一人で溜め込んじゃうから。それがくだらんと言っている。でもリュウト怒ってる。どうして？不満はちゃんと言ってくれなきゃ謝れない。言えるかバカ。言えるかバカ。そもそもティニスは何もしていない。謝るような落ちるは何もない。それなのにどうしてこうなったのか。お前が俺の旅についてくるのが不満だ。あ、まずった。そう思った時には遅かった。リュウトのバカー。で、リュウトのバカーになるんですね。さあ、後日談ですね、こっから。その日の夕方、なんとか無事に魔族討伐を終えて近くの町まで戻ってきた。食べないのか。食べるよ。ティースは先ほど そこの菓子屋で俺が買ってやったカップケーキを放水するように抱えている。今朝の喧嘩の詫びと改めて一日遅れの誕生日祝いだ。しかしケーキの包みを開ける気配が一向にない。食べてなくなっちゃうのがもったいなくて。腐らせる方がもったいない。食え。腐る前に食べるよ。食べるけど形に残らないから。つまり形に残るものが良かったと。なら初めからそう言え。最初にケーキを食べるだけでいいと言っておいて、なぜ女というのは後出しで注文してくるのか。面倒くさいな。プレゼントは嬉しいよ。すっごく本当に嬉しいから。名残惜しくて。形に残したところでいつか壊れるかもしれないのに。壊れた後の残骸ほど虚しさを感じるほどはない。初めから壊れることを考える俺も大概面倒くさいか。こんな面倒な男の贈り物だぞ。残してもいびつな思い出にしかならないだろう。それなのになぜ君は欲しがるのか。リュウト？いいからさっさと食え。うん。来年は。ん？え？形が残るものにしてやる。だね。うん。来年は。いや、そんな先まで共にいられるだろうか。もしもいられたとして、それはジオンの仇をまだ倒していないことになる。一刻も早く彼女を人として心安らかに暮らせる故郷に返してやればならないのに、そこに俺はいられない。孤独な旅路がついの住処である俺のそばに君を置くことは決してできないように、君の生きる世界に俺は。リュウト、ありがとう。大好き。ああ、はいはい。もしも1年先も
彼女が俺に愛想を尽かさず共にいられたなら、俺も己の運命と戦う覚悟が持てるだろうか。孤独な俺の世界をほんの少し変えてくれた愛おしい君のために。1年後、この約束の形が永遠を誓う証になることを二人はまだ知らない。エンド。まあ前日後日談だからね、読むだけだからね、早いね終わるの。あっぽいよと少年リュウト。師匠、いやー、前日談やっぱ面白いな。もう2年前分かってたけど、2年前見てたか分かったけどさ、ボイスありだとね、面白くなるな、やっぱ。なぜ脱ぐ。なぜ脱ぐ。制作するライブメーカームーンインド、リュートが魔族、Thank you for playing to be continued。あ、はい、風のリュート第1巻ね、ティースとリュートの出会いがね、無料で読める第1巻は漫画サイトで連載中。ラブとバトルが交差する剣と魔法のファンタジー冒険記。宣伝。宣伝大事だよ。新しく生誕祭が読めるようになりました。おまけに前日後日談の分が解放されました。生誕祭はね、4.0 から追加されたんじゃないかな。恋人未満の戦士たち。生誕祭はね、今までなかったところっすね。だから新しいボイスが入ってるところなんだよね。だからこれも読んでいきたいと思います。よろしくお願いします。おい。その食材どうするんだ。旅の相棒が町に着くなり、市場で買い物がしたいと言い出した。彼女が抱える袋には調理を必要とする食材ばかり入っている。どう見ても旅の食料ではない。この月はね、創造神の生誕祭があるの。創造神の生誕祭なんだ。お供え物するんだよ。へえ。神への供物か。なるほど、新感触の彼女らしい発想だ。宿屋の厨房借りてケーキ焼くから一緒に食べようね。今回は供物を食べるのか。うん、ケーキにろうそく立ててお祝いの歌を捧げたら食べていいんだよ。ああ、なるほどね。ハッピーバースデートゥーユー的なやつね。やめろ、お前が作ったら祝いではなく呪いのケーキになる。ん、どういうこと。え、どういうこと。もしかしてチース、料理苦手かお前。あ、それ絶対友人に任せていたやつだ。毎回焼き魚を炭にする。僕が爆発するぞ。焼き魚を炭にする。しないよ。リュウと私を何だと思ってるの。料理下手だなこいつ。チース料理下手だな。窯が爆発した。あんた何やってんだ。汚い子だね。手伝ってあげるよ。今のこっちゃない。カマが爆発したんだ。結局ダメだったんだ。はい、リュウト、ちゃんと甘さは控えめにしたから。ケーキ、意外とまともなものが出てきた。
おかみさんの手で作ったんだろうな。俺は神官じゃないんだが。神官じゃなくてもお祝いしていいんだよ。神様への感謝は生きていることへの感謝だから。感謝することなのない、むしろ文句を言いたいくらいだ。なぜ俺のような人と前の狭間に立つ半端者を生み出したのか。お前は感謝できるのか、ジオン。彼女の父親のような心清き者が命を奪われる、そんな残酷な世界を生み出した神を。できるよ。リュウトに出会わせてくれてありがとうとかね。テリス。はい。かなわんな。かなわんね。神にも見放されたと感じているこの残酷な世界で、それでも感謝できることがあるとすれば、君が生まれてきたこと。あらららら、生誕祭。生誕祭。終わり。そうだね、生誕祭終わっちゃったね。生誕祭は終わっちゃいました。そうだね。フルボイスは最後までプレイありがとうございました。3人たち一番変わったことを言えば、数えると漫画員くんが特別賞を受賞したこと。すげえことだ、それは。それに、水木は少女漫画がデビューしました。すごいよね、それって。自分もね、今ね、エフランクのやつとかね、その最強エフランクのやつとかもう買ってるからね、購読してますからね。はい。商業漫画家になっても活動ユニットは作り続けています。自分にとっては大切な作品なので、ちょっと、ごめん、読み切れてない。ぽよー、ぽよ地味にいる。ぽよの存在を忘れないで、みたいな感じになってる。風の竜と恋人未満の戦士たち。確かおまけの部分はですね、何があるかっていうと、人物紹介、声優紹介とかもあるんだ。音楽鑑賞、画廊とかいろいろあるんで、まあ、これは、あれだね。戦闘会話一覧とかも、こんな感じで、いろいろあるんですよ、本当に。だから、回収してるものと回収してないものもわかりますね、言っちゃえば。多いなぁ。イーグル戦だけでもこんなにあるんだもんなぁ。勝利敗北。そう、敗北の時もね、あるんだよね。だから、敗北演出とかも実はちゃんと作り込んであるんでね。はい。というわけで、このおまけあたりは全部紹介してると多分ね、1時間以上かかっちゃうんで、皆さんで見てください。はい。風の竜と恋人未満の戦士たち。というわけで、バージョン 4.01、まあ、バージョン4だね。フルボイスエディション。楽しませていただきました。ありがとうございました。まあ、これからもね、こういったフリーゲームの実況とかはね、やりたいと思うゲームがあればね、すぐ実況するんでね。よろしくお願いします。元々の本家のね、ドラゴンクエストの実況とかね、ポケモンの実況とかもね、やっていきたいと思いますんで、そちらもよろしくお願いします。では今回はね、制作者さんのね、月日さんとね、水木蘭さんもありがとうございました。声優さんの皆さんもすごかったです。本当にすごかった。ありがとうございました。じゃあ、また別の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。